おはようございます。2016年1月5日火曜日6時5分が18分になっております。何のこっちゃいなって感じですけれども、6時5分にね喋ってたんですよ。そしたらふと見るとユーストのですね、配信ボタンも録画ボタンも押してないことに喋り終わってから気がついてあっちゃー、押し忘れたというよりも、配信ボタンを押しているのをですね、停止って押して、それが録画開始したつもりになって、結構いい感じで喋ってたんですけど全く録画もされてないわ、配信もされてないわで、ね、もう何をしてんねんって、まあ、ね、これね、よくないよこのインターフェースとかって言うと、またあれなんですけど、ちょっとこのねボタンの色が良くないんですよねって言っとこさて、そんなことはさておき、気を取り直して、今日はですね、 IT メディアからLG ディスプレイ18インチの新聞紙のように巻ける有機 EL ディスプレイを CES で発表へということで、ですね、これはLG、韓国の LG ですね、LG グループにある LG ディスプレイがですね、18インチだから結構大きいですよね。18インチの液晶ディスプレイで、くるくるっとこう巻けると。で、まあ巻けるっていうでも半径は3センチだから直径6センチぐらいなんで、缶ビールぐらい、あれよりちょっと大きいのかな、ちょうどここにあるコーヒーの瓶ぐらいですねって言ってわからないまあまあそれぐらいのにこうクリってこう巻けるような液晶ディスプレイを発表すると。で CS っていうのは6日からラスベガスで開催なんで、6日明日というよりも日本時間だと明後日ですねにから開催される国際見本市会というか、カンファレンスというかですけれども、それで展示されるみたいです。なかなかね面白いことになってきましたよね。そのクリクリって丸めれる液晶ディスプレイって本当もう昔からねそういうのがあればいいよねっていうのはよく言われてたんですけど、なかなかこうね作るのが難しかったんですけど、ついにここまで来たかなって感じで、半径3センチなんで、まあ、R30 っていう言い方をしますけども、それだとね壁とかにもうベタベタ貼れるんですよね。でそれとかうまくやれば車のボディに貼っつけたりとか、いろんなことができるんですよ。本当そうなるとそういうところに全部貼っつけて、映像を映すことによってもう本当なんか SF の世界でしかなかったようなことがもうだん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 現実になると。でしかもコンピューターね、パソコンとか持ち歩くのにしても、今パソコンの本体そのものはどんどんちっちゃくなってますよね。で、ネットワークがつながるとこだったら、そこからそのアプリケーションだのデータだのはもうどんどんダウンロードして使えるので、実際はそのメモリーとかもそんな大きくなくてもいいし、キーボードのサイズあればその裏に押し込めるんですね。今どっかのメーカーがもう出してますけども、普通のデスクトップのキーボードみたいなやつの中にコンピューター全部仕込んでしまってると。でそれはそのキーボードを持ち歩いて、キーボードというかまあ本体なんですけど持ち歩いて、で行った先でディスプレイを借りて使うということだったんですけども、このクリクリって丸める液晶ディスプレイなんかがこう普及してきたらね、くるくるっと丸めてカバンの中に入れておくと。でしかもこれくるくるって丸めたままでもこれ使えるっていうからすごいですよね。だから本当その局面でも大丈夫なんで、最初にも言ったようにその車のボディに貼っつけたりとか、まあ車のボディはね外で 雨風にさらされるんであんま良くないけど、まあ部屋の中だったらね多少こう局面のあるところの部屋とか、ビルとかマンションのエントランスとかね、あんなところにこんなんでベタベタ貼っつけて、壁が全体が部屋全体というかが液晶ディスプレイになってるみたいなこととか、そんなんができるんですごいっすよね。そういうなんか未来がこうどんどん
近づいてきてるっていうか、なんかそんな感じですよね。まあいろんなことがこうできてくるというか、世の中すごいことにこうなってきてるなという感じはします。まあ日本はいまいちその辺の話がね、まあ家電メーカーさんたちがどんどん元気なくなってるんであれなんですけども、ワールドワイドで見るとすごい技術革新が今起きていてですね、で、こういうデバイス関係もものすごく変わっていってますし、でそれから人工知能ですね、この6時5分なんかでも何度でも取り上げてますけども、人工知能もいろんなサービスにすごい応用されてきてるので、もう激変しますよ今年は。本当に、パラダイムシフトが起きてるっていうぐらい、今年の年末になったらね、なんかこんなこともできてきたように、あんなこともできるようになったねっていう、そんな状態になってるんじゃないかなという気がします。まあ世界的にこうワールドワイドで見ると、そういうなんか本当パラダイムシフトが起きるようなぐらい、いろんなことが SF の世界だったようなことがもう身近にいろんなところにあるというようなことになっていると。で日本は日本で、マイナンバーで、ドタバタドタバタして、なんじゃこりゃみたいなことに年末なってるんじゃないかなというのが私の大胆予想なんですけれども、まあ、この辺はですね、明日の毎週水曜日に配信している週刊 IT トレンド X の方聞いていただければより詳しくわかるかと。なので、まあ、何を喋ったかっていうのはね、もう収録終わったんですけども、想像つくかと思うんで、よろしくお願いします、そちらの方も。で、あとホームページですね、ホームページの方もですね、今年からおそらくいろんなことがわたわた変わってくるでしょうね。前から言ってるようなスマホ対応はもうかなり本気で取り組まないといけないかなと。で特に B2C のビジネスをやっているところは、小さい会社ほどですね、早く動いてほしいなと思うんですね。でそれもその単にね、上っ面だけをスマホ対応していいっていうわけじゃなくって、それね、ホームページ制作会社とかいろんなところが言ってきて、今だったらこの割引価格でやりますよみたいなね、そんなんで10万だ20万だぐらいでこうチェイチェイってなんかやって、うん、こんなんでいいのかなみたいなになるんでしょうけど、別にね、そのね、そういうインターフェースが問題じゃないんですよ。現実的にはそのバックにあるね、バックヤードというかビジネスまで根本的にこう考え直さないといけないんで、そこからね、しっかり見直してスマホ対応のビジネスをやると、それはね、まあ、簡単に言えばオンデマンド化していくことになるんで、そこはね、小さい企業ほど早く対応できるので、ぜひそういうことをですね、意識して、展開していただければなと。まあ、またその辺はですね、お手伝いとかさせていただいてますんで、ご相談いただければなと。そんなところで、今日はちょっとね、なんか取ってたつもりでもっといい感じで喋ってたのに残念ながら収録もできてないわ、配信はできてないわで、もう一遍やり直しました。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。